身長ビヨン医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね身長に関することを発信していきたいと思います。身長の申し上げたらチャンネル登録よろしくお願いします。本日お話しさせていただくのは、13歳で3ヶ月のモニターさんの動画ですね。こちらの方を説明していきたいと思います。今回のモニターさんね、結構最終身長予測結構難しいパターンかなと思うんだけど、まあそういったところも含めてね皆さんに参考になるかなと思いますので、まあ年齢が近いのでぜひねご参考いただくといいんじゃないかなというふうに思います。それではちょっと早速ですけどね、カウンセリングシートを使いながら説明していきたいと思います。はい、それでは実際ね、まあ、現時点でのカウンセリングシート、こういったカウンセリングシートも、ね、どんどんバージョンアップしてますので、本当に、ね、毎月ですねどんどん分厚くなってくるところで、まあ、現状のカウンセリングシートを使って説明していきたいと思います。皆さん、ね、まず目標身長設定してくださいね。もうこれもう口酸っぱく言って、ね、大丈夫だと思います。目標設定しないっていうのは、ね、失敗を計画しているようなもので、必ず成功する計画を立てるときは目標が重要だってことですね。これは何事においても重要だと思います。13歳と3ヶ月の時期ね、皆さんまず覚えていただきたいのが、まあ、今回13歳と3ヶ月ね、伸ばせる時期って限られてるよってことですね。男性であれば14歳ぐらいまでに、かなり、ね、最終身長決まってくるかなというふうにご理解いただくといいかなと思う。意外と、ね、13歳3ヶ月でも伸ばせる時期って9ヶ月ぐらいしかないね。そういうふうにご理解いただくといいんじゃないかなというふうに思います。1センチ大事にしてねってことで、先生それそんなこと言っても1センチしか変わらないんですかっていう人たまにいるんだけど、そういう人って本当にね、もう受診すらやめてほしいですね。私の目の前に来ないでほしいってことですね。まあ、それが1センチにかける思いってのは大事だと。1点をもぎ取る気持ちがない限りは受験で成功することはないし、本当サッカーだって1点をもぎ取るためにさ、すっごい練習したりするわけだしさ、 100m 走だとさ、超練習しまくって練習しまくって 0.1 秒ね縮めるって作業やってるわけで、身長も同じなんだよ。やっぱその1センチにかける思いってのは、しかも1センチを積み重ねてしか5センチ10センチで得られないんだよと、まあ、こういったところ皆さんご理解してくださいと。実際の感染来ていただくと最終身長を説明して、どういった治療ができるのかと、まあ、生活習慣と、まあ、こういったところを説明していきます。今回で、ね、まあ、モニターさんの動画ですので、まあ、そこら辺をピックアップしながら説明していくような感じだと思います。じゃあまずはこのお子さんのね、13歳と3ヶ月のお子さんが最終的に何センチになるかと、そこ一緒に見ていきたいと思います。最終身長を予測するときは5個の項目を総合します。まあ、厳密に言うとそれにこうやって採血の結果を入れるので6個の項目なんだけど、まあ、基本的に5個と、現在の身長、過去の身長、レントゲン検査、春季症状を、両親の身長、この5つの項目と、あとは採血の結果ですね。まず1個目とか、現在の身長とか、このお子さんは受診時が13歳と3ヶ月で 177.5cm、まあ、かなり高いよねっていうところで、はい、その成長シートですね。こちら成長シートも、ね、皆さん、ね、無料で配布してますので、成長シートご希望の方は公式 LINE の方に行っていただくと自分でご自身ダウンロードできます。ぜひ、ね、公式 LINE の方で登録お願いします。無料で配布しています。このシートを使うと日本人の平均的な身長伸びを、ね、表にしたものになるので、これを使うと、最終的に何センチなのか一目で分かります。これ私が作ったものになります。商標登録も取ってますよ。13歳と3ヶ月で 177.5 の方伸びていくと187と 187.5 だよってところね。これは平均的な期待値で、ね、これ平均的な期待値、例えば受験でもそれ、今の偏差値でいくとこのまま行くと丸々大学に受かる可能性が B 判定ですよとか A 判定ですよとか C 判定ですよ、そういったのとあるので一緒で、このまま行くと、まあ、無難に行くと187ぐらいなんじゃないって説明だよね。ただしそれに対してもっと、ね、伸びる子もいれば全然伸びない子もいるってところで、まあ、次2番目以降でどっちのタイプになるかって検討していくって形になります。ということで 187.0 から 187.5 ぐらい、まあね、お子様が平均的伸びっていった場合はそういったところになるよと。ただこれはあくまでも、平均的な期待値ですよと。まあ、それに対して昔の身長で過去の身長どうなのってところで、そういったところ見ていきますよとですね。で今回に関して言うと、こういったグラフなんでね、このぐーっと来て、ぐーっと落ち込んで、ぐーっと伸びるということで、これは実際の診察はですね、この方の最初の初診の診察でも1年以上前にやってるので、まあ、その時の感想と今の感想、ちょっとやや違うのかなっていう気もするんだけども、まあ、今見ても正直言って、このグラフって結構難しいんだよ、正直言って判定がね。ただ、ピークがこう、もっとこっち側に来る、おそらく15歳でこういったところに来るのかなってことを考えると、まあ、全体として見ると、基本的には半熟でいいんじゃないかなっていう気がする。ただ、半熟だともうちょっとこうゆっくり来てほしいんだよねってことで、ゆっくり感がないってところもあって、ちょっと半熟なんだろうけど、どこまで半熟なのかなとかって思いながらこの表を見るっていうような感じです。だから正直言うと、ここからは分かりませんっていうふうにね、表現しちゃうのが正しいんじゃないかなというふうに思います。というところで、まあ、過去の身長からはまあ何とも言えないってこと、まあ、こういったところはクエスチョンマークっていうところですね。まあ、それに対して、レントゲンの検査を見て、ちょっとそこをね、少し補足していくっていう表現かな。例えば、ここでレントゲンの検査ですごい骨年齢が若かったりすると、かなり半熟確定という表現なんだけども、今回に関して言うと、一応ね、これがね、13歳と6ヶ月というふうに私評価してます。パソコンの方で評価しても 13.0、13.46 ってことで、決してですね、ここが12歳代ってことではないので、超半熟でもないんだなって説明になってます。なので、ここからめっちゃこっち行くっていうことはあんまないのかなっていうことを思っております。ただけど、こっちに行きますよというふうに指示するものでもないと。ってことは、じゃあやっぱりここら辺で落ち着くんじゃないですかってことも言えるかなというふうに思います。次は春季症状ですね。春季症状の方なんですけど、この方に関して言うと、陰毛が12歳と8ヶ月って記載がありますので、陰毛に関してそんなに早い方じゃないかなと。まあ、12歳8ヶ月ってことですね。これがあるいは12歳7ヶ月ってことですね。こういった点からもう、まあ、すごく遅
いというわけでもないし、まあ早くもないしってところで、あ、無難な線なんじゃないかなっていう説明ですかな。それとして遺伝身長ってお父さんの身長とお母さんの身長足す13割で、それとすると今回 181.5 ってことですね。まあこの子が本当高いんだよ、全体として見てるとね。まあじゃあそれを踏まえてなんだけど、まあ最終的に何センチになるのというふうに言われれば、まあ現状としてはやっぱりこの高くなる要素と低くなる要素が、まあ一応両方まあある程度混在してるような印象ってことですね。まあただその中ですっごく上行く感じもすっごく下行くって感じもないから、そうやって考えるとやっぱこの基準からまあ少し低くなる、まあもしくは少し高くなる、まあこういうふうに考えたら無難なんじゃないってところですね。なので 186.0 から 188.5 とか、まあこういったところがまあ一旦の予測になってくるのかなというふうに思います。で初心時私1年前に私がですね、予測した185から189ってところで、まあ今の私よりもさらにちょっとこうあの安牌を取って少し広めに予測してるのがここでも分かります。ただ、考えてることはおそらく同じなんじゃないかなというふうに印象になっています。それに対してまあ採血の方ですね、実際問題は、採血はこれ1週間後に結果が出ますので、まあ今日付けの予測はここってところでも終わりなんだけども、それに対して採血の結果の最初も見ていきたいと思います。で今回一番この状況で注目したいのが、男性ホルモンの値になってきます。男性ホルモンが例えばなんですけども、これで全然出てないパターンとかだともう超晩熟確定って感じですよね。でただ今回に関して言うと男性ホルモン値が 3.09 ってところで、まあ、結構しっかり出てるんですね。 3.09 って数字どういう意味をしているかというと、1年以上前に春季が入ってるってことが推察されます。例えばそういった目で見てみると、こうやって見てここでやっぱり春季おそらく入ってるんでしょうね。ここでね、ここで春季入っててグーグーグーって伸びててってところで、まあ、やっぱりそのなんていうかな、晩熟というふうになんか言い切りがたいっていうタイプって感じです。そんな感じのやっぱり印象ですね。それとしてもいつも皆さんも、ね、の勉強してる人であればよく知ってるでしょう、 ALP ですね。車がどれだけ走りますかって質問を受けたらですね、速さかける時間こんなふうに表現すると思います。それに対してどれだけ身長伸びますかって質問を受けたら ALP かける骨年こんなふうに表現しますよとか、ね、時間に該当するのは骨年齢で ALP が速さに該当するよとですね。だから時間が今回に関して言うと、まあそのすごく進んでるわけでもないし、まあぼちぼちってところとか、まあみんなと同じが時間を残されてって表現でいいかな。それとして今回 ALP がなんとなんだけど、これ511もあったんだよね。じゃあ511がどういった数字かって少し見ていきたいと思います。これ ALP は春季ともにグーッと上がってって、実は500をピークを迎えて落ちていくってところなんで、現状は実は身長の伸びがピークの時期だっていうところが分かります。でここでさらに超ややこしくなってくるのが、13歳と3ヶ月で ALP が511っていうのは、それだけで見てみると晩熟判定って表現にいいんだよね。でただしそこでちょっとややこしくなってくるんだけども、通常 ALP が マックスを打つ値、 ALP が最大値を打つ値っていうのは、これはどこのデータでもね、私が今までいっぱい見てきたなんとなくそう思ってるってことなんだけど、テストステロン値がだいたい 1.0 前後ぐらいの時にマックスを打つことが多いんですよ。それに対して今回 3.09 でマックス打ってるって、ここもちょっとね、なおさらこう分かりにくいってところで、まあ、このお子さんに関して言うと、いわゆる統計学が少し全体的に外れてるような印象なんで、ね、身長治療っていうのは、まあ、統計学を用いて治療していくので、こういうのは結構予測難しいっていうのはね、ここがどんどん分かるかなというふうに思います。まあ、ただ幸いにもこの子もベースの身長が高いので、まあね、心配するようなことはもちろんないと思うんだけど、まあ、予測はちょっと難しいなという印象はここからよく分かると思います。できることをしっかりやっていくっていうふうな説明になっていくタイプだと思います。栄養状態どうかなと、亜鉛の方です。亜鉛の方が73とか、こういったのを100以上に持っていきましょうねとよく私説明しています。鉄の方、こっちの方でフェリチンの値。フェリチンってのは貯蔵鉄って言うんだけど、それって19しかないよね。これ、基準値が17が320だから、これはものすごい低いよね。鉄っていうのは欠乏すると 44% 身長落ちる可能性があるので、これはもう欠乏するギリギリだから、こういったのどんどん補充してあげなくちゃいけないね。これはすごく注意が必要なパターンだ。それに対してビタミンの D と、ビタミンの D も 20.1 とか、これも低いね。20以下で欠乏値。目標はもともと40という説明したので、現状今50から80にちょっとさらに上げてますので、まあ、より一層そういった風にして上げていくといいでしょう。栄養状態に関してはあんまり良くないかなっていうところで、栄養はしっかり補充してあげるといいでしょうって説明だと思います。それに対して もちろん、ね、成長ホルモンだったりだとか、まあ、今回に関して言うと、プリモボランのお薬もやってもいいんじゃないかなっていう気もします。で、まあ、そこら辺は実際のどれくらいまで伸ばしたいかってところにも話変わってくるかなと思います。じゃあまあそのような感じでってことで、まあ、今回に関して言うと、治療戦略ね、まあ、今みたいに、まあ、今後全然低くないから、まあ、すごく治療するっていう感じじゃないかもしれないけど、目標かなりすごく高ければってことだけど、目標高ければ多分成長ホルモンやったりだとか、まあ、思春期を遅らせるのが必要かどうかで超微妙なラインなんだけども、まあ、迷った時はやってもいいかなというふうに考えてます。基本的にそのマイナスの要素があんまりないかな。ただ、その超晩熟の子に関して言うと、プリモバランは やんなくていいかなというふうに思って、まあ、そこもね、ちょっとグレーゾーンなんだけどね。例えば、晩熟の子を超晩熟にしてあげた方が最終身長改善するってことも、それもリニアかなっていうので、そういったのも検討として入っていいと思うね。栄養補充療法に関して、この子に関して超いい適用って感じだから、できるだけこういったサプリメントは補充することをお勧めしますねっていうところになります。じゃあちょっとじゃあ今日はこの栄養補充療法について皆さんに説明していきたいと思います。まあ、歴史的に見ても、ってかこの70年間で日本人の平均身長10センチ改善して、普通に考えて栄養の改善だというふうに考えているので、まあ、栄養を改善した方がいいよねとかね。じゃあうちで何やってるのってこと、採血をもとに栄養補充するので、採血でかけるケースは全てじゃないよって、まあ、さっきの採血を見て、ああいうふうにいろいろ分析ができるわけだよね。次ね、
採血も定期的にするんだよとかですね。でサプリメントで肝臓に負担が起こることがあるので、論文上いいものを皆さんに出してる、私適当に選んでるわけじゃないよとかね、まあ、実際受診していただくとどういった論文が出てて、こういった理由があるから皆さんお出ししてるんですよというふうによく説明していきます。価格に関して言うと、まあ、これが大きい子ですともうほとんど全量投与になってくるので、まあ、これ自由診療なので価格はね、オンタイムで変わる可能性があるから、そこで十分注意してくださいね。ただ現状ね、2023年の10月時点だと、まあ、これが年間で37万ぐらいかかるよって説明ですね。で市販のサプリと何が違うのかって、まあ、こういった普通の、市販のサプリメント70倍の量とかすごく多い量を処方していくんですよとか、まあ、そのような感じかな。今後もですね、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。